この絵元ザネは、平安時代末期の苦行。藤原北家、関白、藤原忠道の四男。かには、正二位、摂政、関白、左大臣。通称は六条摂政、豪石家の一つとなったこの絵家の祖。父、忠道にとって16年前に三男を創生させて、以来の男子出生であったが、 すでに忠道は自身と20歳以上も年の離れた弟である頼りを有志としており、表向きは歓迎されない出生であった。だが翌年には母、信子の実家より、カヤインに移され、旧安元年正月の初め持ちの儀式において、事実上の後継者としての披露が行われた。ただし、カヤインは頼りを庇越していた姉の藤原康子の御所で、あり、事実関係はむしろ、 より長側の要求でただ道は、より長の実施である、県庁を養子氏として迎え、事実上の敗着となった元真は代わりに安子の養子としてその所領を継承することになったとではないか、とする見方もある。その後、ただと県庁の縁組は旧安4年には、解消されて、元真がただ道の後継者とされた。旧安6年、8歳となった。 元真の原服と女医が決定されるが、この年の9月に、後継者問題をめぐってただ道が父、藤原忠だから議絶されて、富士市長者のチームを奪われて半ば失脚する形になる。そのため、諸国の受領の協力を得られずに12月25日に実施された原服の儀式では、共演が行えず、本来であれば原服当日に行われるはずであった、生後医した。 左、この絵少将への助任も三十日まで引き延ばされた。その後、わずか十歳で十三味に助せられているが、より長の子供たちと比べると、その昇進は大幅に遅れており、接管化を継ぐためには必須の経歴であった、この絵中将に任せられたのは、十三味になってから、この絵大将に至っては、ついに任じられることがなかった。ところが、この天皇の崩御後に、父、 ただの推しで、後白河天皇が即位すると、父と天皇の引き立てで、県中納言、県大納言を経て、方言2年には、正任位、右大臣に助任される。この間、方言の乱においては、父と共に天皇に禁じして、東三条度の行行の際に検事を報じている。方言3年8月には16歳の若さで二条天皇の関白にまで栄進し、富士市長者となった。 忠道はすでに六十二歳となっていたため、長く昇進が抑えられていた元座根を、一刻も早く昇進させて、自身の後継者として、関白の地位を譲り、自身は大殿として、その貢献をしようとしたのである。しかし、その一方で忠道は、この偉大賞を経ずに石棺となった元座根は、石棺家自体の後継者としてはふさわしくはないと、考えていた節があった。このため、 忠道は、元ザネの弟を次の石棺にしてその子孫に石棺家を継がせようとしたとする議論がある。ただし、忠道が意図した石棺家の後継者については、朝廷内で、忠道に継ぐ実力者である、棺印流の三条公共の娘を妻に迎えて、忠道自筆の日記を継承した、同母帝の松戸の元房であったとする説と姉である、高家門院の養子となり、 石管家の着手と同様の昇進を遂げた、伊母帝の九条金真であった説がある。平治二年に元真は、左大臣に任せられたが、翌年には元房は、右大臣、金真は、現代名護に昇進している。特に元真は元房を警戒しており、元真の没後に金真は元金が元房に祝意を抱いていたと記しているほどである。また、 元ザネの性質は、陰近心、受領クラスの藤原忠孝の娘に過ぎず、しかも妻の兄である藤原信よりは、平治の乱を引き起こすなど、元ザネは苦しい立場にあった。ところが、長官2年2月に、忠道が休止すると、元ザネは、その2ヶ月後に、平の清盛の娘、森子と結婚している。清盛は元々二条天皇の父父であるととともに、 急速に対等してきた、平家一門を後ろ盾に得ようとしたと考えられている。翌朝刊三年には六条天皇の摂政となる。しかし翌英万二年七月二十六日、わずか二十四歳で病により隠れ後、死因は赤痢であったと伝えられている。元ザネの子供たちは幼く摂政は元草が就任するが、清盛と藤原国綱の工作で、摂関家の所領や、 日記の大半は一時的に森子が継承して、将来的には、元ザネの嫡男である奇通が継承することとされた。死後、小一位大女大臣を追蔵された。日付は旧暦。ありがとうございます。